どうもゆっくりの霊夢です。今日はゆっくりのボイスを使ってみたよ。今日はこれからについて話していきます。まずは今後の活動について、まずゆっくりの投稿はあまりないかもしれません。それと顔出しと声は難しいかもしれないです。あと、前の動画でいただいた質問の返答は来年になるかもしれないです。それとフォートナイトはスイッチが壊れてるのでしばらくはできません。以上、ゆっくり霊夢でした。